はい、こんにちは。勝又博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら。変身ブレス、カブティックゼクターということで、光る、なると。はい、もう完全に展示物です、これ。仮面ライダーカブトの映画で出てきたライダーですね。コーカサス、ヘラクス、ケタロスということで、裏面はこんな感じです。定価は3200円ということなんですけども、僕はこれ4倍ぐらいの価格で買いました。 めっちゃ高かったですけども、なぜかというと、これ未開封品なんですね。未開封品です。はい、もうバンダイさん作られてそのままの状態で売ってました。ということで、今日は未開封品を開けたいと思います。うん、心が痛む。 しょうがないです。ピッと、はい、入っちゃいました、ハサミ。どうなってるんでしょう。ドキドキ。お？なんか、おお。これで引っかかってたんですね。説明書です。こんな感じで入ってます。なんだろう、いっぱい入ってる。あ、ブレスだからか。変身ブレスだから。はい、どうぞ。すごいです。すごい、なんかすごい。 すごい、うわー、すごい、すげえわー。電池入れよう。 電池入れましょう、ぜひ。はい、電池入りました。電池入りました。ではオンしてみましょう。どこでしょう。あった。いきます。はあ。 すごいぞ、こりゃ。では、ゼクターの方をですね。ゼクターの方を。こちら。こっちは、電池は入らないみたいです。裏面はこんな感じ。では、早速、コーカサスに変身してみましょうか。これは、上にカチッとはめる感じですね。取るときは、どこなんだろう。説明書を読みます、後で。とりあえず、音声は全部3個、これ、ヘッド取り替えても変わらないと書いてあったので、とりあえず、こいつだけ試してみましょう。では、変身してみたいと思います。こんな、こっからですね。おお、チェンジスピーチョ。これを1回転と。ああ、ライダービートと。いいですね。結構カチッって感じですね。おお、すごい。やっぱ兜っていいですね。いやー、いいわ。もうこれは9月に届く兜のコンセール楽しみですね。もう早速届いたら、もう早速あれ、もう動画上げたいと思います。もう速攻変身動画も上げます。 ということで、今日は変身ブレスカブティックゼクターのご紹介でした。チャンネル登録、評価のお願いします。ではまた明日。